皆さんこんにちは。5月22日水曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦史と申します。今日も皆さんと御言葉の恵みを味わってまいりましょう。今日私たちに与えられました御言葉は、旧約聖書エレミア書5章1節から9節。本日のテーマは、神に打たれても悔い改めないエルサレムです。エレミア書5章1節から9節。エルサレムの巷を行き巡り、さあ見て知るがよい。その広場で探して誰か講義を行い、真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そう。たとえ彼らが主は生きておられると言っても、実は彼らは偽って誓っているのだ。主よ、あなたの目は真実に向けられていないのでしょうか。あなたが彼らを撃たれたのに、彼らは痛みもしませんでした。彼らを立ち滅ぼそうとされたのに、彼らは懲らしめを受けようともしませんでした。彼らは顔を岩よりも固くし、悔い改めようともしませんでした。そこで私は思いました。彼らは実に卑しい愚か者だ。主の道も神の裁きも知りもしない。だから身分の高い者たちのところへ行って、彼らと語ろう。彼らなら主の道も神の裁きも知っているから。ところが彼らも皆くびきを砕き、縄目を断ち切っていました。それゆえ森の獅子が彼らを殺し、荒れた地の狼が彼らを荒らす。豹が彼らの町々を伺う。町から出る者を皆引き裂こう。彼らが多くの罪を犯し、その背信が甚だしかったからだ。これではどうして私があなたを許せよう。あなたの子らは私を捨て、神でないものによって誓っていた。私が彼らを満ちたらせた時も、彼らは貫通をし、遊女の家で身を傷つけた。彼らは肥え太って盛りのついた馬のように、おのおの隣の妻を慕っていななく、これらに対して私が罰しないだろうか。主の見告げ、このような国に私が復讐しないだろうか。昔、私が学生時代の頃なのですけれども、小さいことにくよくよするなという本がベストセラーとなりまして、私もその本を買って読んだことがあります。まあ、なぜそのような本を買って読んだかと言いますと、私はどちらかというと小さいことで結構くよくよする人間だったからです。この人の評判をですね、気にしたりとかですね、あの人に私嫌われてないだろうかということに、私はものすごくこう神経を使う人間でした。ですから常にこの人のご機嫌取りをしてしまうようなことをこう平気でしていたわけなんですね。しかし、まあ、その小さいことにくよくよするなという本を読んだときに、まあ、私はですね、その人の評判であるとか、そのようなものにあまりこう気にしないようにという、まあ、そのようないわゆる心の、まあ、ずぶとさ、まあ、いい意味でのずぶとさだと思うのですけれども、まあ、そのようなものが大事だなと思ったことを思い出します。しかし私たちはですね、この誰かの評判を気にするとか、こう周りの目が気になるとか、
まあ、そういうふうなこう自分自身がこう感じ取れるときに、やはりそれがこうどのような思いを持つことがこう健全なのか、特に私たちは聖書という御言葉をこういただいていてですね、でその御言葉に基づいて私自身が整えられていくときに、やはりその周りの目であるとか、こう何を気にして何を気にしないことが大事なのかということをですね、やはりこう健全な思いを持っていくということは必要だと思うんです。で、私はですね、今御言葉に触れて思うことは何かというと、私たちはもちろん最低限の、まあ、礼儀であるとかですね、まあ、人と人とが共に生きていくためにもちろん他者、隣人に対する配慮とかですね、愛というのは必要なんですけれども、でもその動機がどこにあるのかということはやっぱり重要になっていくわけです。私自身であるとか、この隣にいる他者が中心になってその関係性を考えるときに、そこにはやはりこう過剰にこのオーバーアクションのように、その関係性についてこう気を使い考えなければいけないということってあると思うんですね。だから私を中心にする、この隣人を中心にするということではなくて、やはり私たちは神様を中心としたときにどのようなことを考えられるかということなんです。で、私は今日この御言葉から、今日いただいた御言葉からですね、皆さんと一緒に考える前に結論を申し上げますと、やはり私たちは神様が私たち一人一人に何を求め、何を期待し、そして何を願っておられるのかということに対しては、やはり私たちはこう細やかにですね、やっぱりそのことをこう汲み取っていくために、私たちのこのいただいた時間であるとかパワーであるとか能力というものが用いられることがベストなんだと思います。神様が私たちのために何をなされたかということについて、こう本当にこう細かくですね、まあ、配慮を聞かせながら考えていくならば、それは自然に人にも向いていくものなんです。だから私たちは神様のこの御心というもの、これも繰り返し私が申し上げていることではあるのですけれども、この神様の御心というものを御言葉を通してどのようにこう組んでいくか、このことにですね、私たちは非常にそのこの配慮の効いた細やかな神経を働かせるならば、私たちは平安に自分の心や体、思いが整えられる。で、その逆だったらどうなるのかというのが今日の御言葉で語られているところなんです。3節には人間の、それも神の御心を汲むことに神経を注いでいない人間がどのような思いにこう導かれるかについて書かれています。3節を読み出します。主よ、あなたの目は真実に向けられていないのでしょうか。あなたが彼らを打たれたのに彼らは痛みもしませんでした。彼らを立ち滅ぼそうとされたのに彼らは懲らしめを受けようともしませんでした。彼らは顔を岩よりも固くし悔い改めようともしませんでした。このように書いてあるのです。つまり神様が私たち一人一人に対して何を願っておられるかということを具体的に提示したとしてもですね、私たちがそこに神経を働かせなければ、やはり神様のこの御心というものを私たちはこの世で生活の中で自分の大切なものとして生かすことができない、生かすことができないということは、そこには人に対しても神に対しても、やはり自分自身というものが中心になってしまい、自分自身が神となってしまい、そして結果として神様から離れていく人間の姿というものを私たちはこうやっぱ示してしまうことになるので、それも知らず知らずのままに。
示してしまうことになってしまうのです。私たちの神様はそういう私たち人間の姿に対してですね、やはり忍耐しておられる。そして少しでも人間が主の方を向くときに、そのチャンスを与えようとしているのが私たちの神様です。一節をどうぞご覧ください。エルサレムの巷を行き巡り、さあ見て知るがよい。その広場で探して誰か講義を行い、真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そうと述べているわけなんですね。私たちの神様はやはりその御心を人一人一人に明らかにするときに、やはりかなり忍耐をして、かなり細やかなその配慮を私たち人間に働かせておられるのです。だからその細やかなその配慮を私たちに示しておられる、その受け手となる私たちはですね、やはり主がどのように思われているのかということを、やっぱり配慮を持ってこう向き合っていく必要があるわけなんです。私たちはこの世の中で生きていて、やはり人間関係にこう苦しむことってあると思うんですね。でもそういう時にこそですね、私たちは人に目を向けて恐れを抱いたり怒りを感じたりするのではなくて、私たちの神が私たち人間をどのように扱っておられ、私たちのどのような歪みをですね、整え矯正してくださるのかというところに、御言葉と祈りを通して、賛美を通してですね、私たちが向き合っていくならば、そこには必ず良いものが与えられるんです。許しが与えられる。私たちはですね、そういう神様の愛というものに、ぜひこう耳や心、そして目を傾けるものでありたいと願うのです。神の御心に対して細やかな思いを主に向けるというのはとても大切なことです。そして私たちが主にそのような細やかな心を持って御心に尋ねようとするときに、主は必ず私たちに真実を教えてくれます。このことに鈍感であったり、空気を読まないような私たちの姿があるときに、私たちは自分が主の御心だと思い込んでいる、そのような思いが、実は神の御心とは大きなズレがあったということをこう感じるようになるわけです。2節にもですね、たとえ彼らが主は生きておられると言っても、実は彼らは偽って誓っているのだ。なんかそのような姿ってとても悲惨だと思うんですね。私がそう思っていることが、実は神様が思っていなかったことであると。やはり私たちはそのために御言葉をいただき続けるということが大事なんです。やっぱり祈り続けるということが大事なんです。本当に神様が御言葉を通して何を伝えようとしているのかということをですね、私たち一人一人がこの謙遜な思いで組んでいったとき、必ず神様はそのような道を与えてくださる。そしてそれが結果として人一人一人にも示され合うときに、私たちは本当に神の御国が示す愛の共同体に招き入れられているという、この喜びを得ることができるのです。それでは祈りましょう。神様、私たち一人一人にあなたの御心をお示しください。私たちが心が鈍くなり、あなたの心に自分の思い込みを加え、あなたの御心と異なることを思うことがないように、私たち一人一人を謙遜の思いへと導いてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたが私たち一人一人に対して平安な思い、あなたの愛をこの世の中に対して示すものとさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。